はい、というわけでくるみさん2日目をやっていきたいなと思います。本日はね、じゃあやっていきましょう。2日目、もうこんな時間か。そろそろおすすめ投稿の時間だね。今日はどのフレーバーをおすすめしようかな。まあこれをもう一回ナッツにしたらきっと来てくれるのかな。ひよこ豆、ナッツ、スタ。無理せず適度に休んでくださいね。僕くるみさんのこと応援しています。なんかこう優しいねじゃあ行きましょうか。今日もおすすめはナッツです。うん、これで OK。 よし、看板を出して開店だ。くるみさん、こんばんは。くるみさん、とりあえず店内へどうぞ。それで本日はどうされますか。ピスタチオ、ピスタチオ、マカダミア、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ。おお、ナッツナッツナッツ、かしこまりました。ナッツフレーバーですね。お待ちください。クルミさん、テンションがいつもと違うかも。一旦ナッツ新車で落ち着いていただこう。ってことはナッツナッツナッツか、また。なんかさ、どうなんだろうね。これで違うの入れたらニューって出るし、ちょっと試してみたい感はあるよね。でもナッツがいいって言ってた、ナッツナッツナッツって言ってたからな。どうしようかな。でもなんかこうちょっとアクセントつけてあげたい気も。ナッツに合うのって何なんだろうね。甘い、フルーツ、あ、でもフルーツナッツってあり、あ、合いそうだよね。ちょっとこれでちょっとだけアレンジ加えてみる。まあせっかくだしね。ベリーナッツ、ベリー、どうかな、喜んでくれるかな。お待たせいたしました、ベリーナッツです。お、ナッツ、よかったです。どうぞごゆっくりおくつろぎください。まあ、ナッツが入ってたらとりあえずいいのかな。ピスタチオ、マカダミア、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ。ぬいたくさん置く、豪華お祭り、にぎやか、楽しい楽しい。クルミさん、すごいテンションだ。見てるこっちが不安になってしまう。一旦落ち着いてもらいたいけど、どうしたらいいかな。なんか目が決まってて早口で大丈夫かな、本当に。あ、てか右上のモニターちゃんと星がこう今流れてたね。あ、くるみさん、ナッツ新車ありますよ。うん、あ、C 社は深呼吸する感じに近いし、これで少し落ち着いていただけるかな。あれ、くるみさん、今度は逆にすっかり静かになってしまった。今日のくるみさんの温度差不安になるな。あの、くるみさん、炭の交換しても大丈夫ですか。うん、ありがとうございます。待っててくださいね。すごく視線を感じる。すぐ終わらせますから待っててくださいね。あ、
作業。あれ、炭交換を待っているのかと思ったけど、もしかしてぼーっとされてただけなのかな。また作業に没頭されてしまった。とにかく手早く済ませて一息ついてもらえるようにしよう。あ、ふう。今本当に小さくあくびされてたような。いや、今は作業に集中しよう。よし、炭を交換しよう。吸った感じだと煙は悪くなかったから、この状態をキープしたいな。また難しいこと言われたぞキープってことはまあ普通に3個くらいでいいのか。4個とかってやるとちょっと多そうだもんな。まあ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 、バランスちょうど真ん中くらい。喜んでもらえるといいな。これで調整は完了だ。くるみさん、お待たせしました。ホースお返ししますね。おお。よかったよかったおお、よかった、うまく調整できたみたいだ。これからも喜んでもらえるよう頑張ろう。作る。くるみさん、まだお仕事お忙しいんですか。しつこいようで申し訳ないのですが、しっかり睡眠取られてますか。栄養のあるご飯を食べて、こまめに水分も取らないと。楽しい。縫い作る、楽しい。それは素敵です。素敵だとは思うんですが、その、寝る、もったいない。くるみさん、もしかして寝てないんですか。楽しい、たくさん。作る、たくさん。もっと楽しい。ダメだ、僕の話が耳に入ってないみたいだ。忙しいのもわかるし、やりたいことがあるのもわかる。でもこのままじゃくるみさんが倒れちゃう。だけどくるみさんはとっても楽しそうだし、僕に止める権利なんてないのかな。魚、縫い、作る、水族館、いいですね。でも心配なんです、くるみさん。余計なお世話かもしれないけど、うっかり無理して体を壊してもしたら、もしもくるみさんが好きなことをできなくなってしまったら、僕、とっても悲しいです。え？え？あ、ああ、くるみさん？どうされましたか？悲しい？トール、悲しい？しまった。独り言を口に出ちゃってたのか。いえ、その、そうですね。くるみさんにはずっと元気でいてほしい。お好きなことを続けてほしいです。僕みたいにはなってほしくない。だからわがままかもしれないですけど、くるみさんのことを心配してもいいですか？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。そんな、謝らないでください。むしろ余計なことを言ってしまっているのではと。くるみさん？寝てらっしゃるだけみたい。よかった。一体どれだけの間寝ずに作業されてたんだろう。とりあえず簡易ベッドを出そう。
よいしょと。これでよしと。ドリンクのグラスも片付けておこうかな。え、もう作業に戻られてる。あ、その大丈夫ですか。あ、でもさっきより落ち着いていらっしゃるかも。僕の考えちゃんと伝えられてよかったな。くるみさん集中されてるけど、変な力の入り方はしてないように見える。少し気を抜いていただけたのかな。うんうん。今回は何を作られているんだろう。紫色の布を使ってるみたいだけど、きっとぬいぐるみなんだよね。お魚関連だったりするのかな。それともくるみさんがお持ちの熊のぬいぐるみさん関係かな。ん？なんだかうねうねでトゲトゲしてる。あんな形のお魚いたかな。熊さん関連でもなさそうだし。あれ？にらめっこみたいになってしまった。アップップ？あ、勝手に挑んで勝手に勝ってしまった。よし、区切り。お疲れ様です、くるみさん。お疲れ様。まあ、あ、夏シーシャー座れますか。帰る。寝る。わかりました。急いでお会計いたしますね。トール、これ。これはチラシですか。これ、これ、これ。うわ、たくさんありますね。もしかしてお忙しかったのってこれの準備のためだったんですか。待ってる。頑張った。そうなんですね。それはとっても楽しみです。でも反省。やりすぎ、心配かける、ダメ。そうですね。そう思っていただけるだけで嬉しいです。僕も同じなんです。一度決めると周りが見えなくなっちゃうので。ああ、ですから無理しないように一緒に気をつけていきましょう。ああ、トールもできる？頑張ります。できるだけ。バイバイ。え、あ、はい、またお待ちしてますね。くるみさんの新作か。楽しみだな。さてと、皆様お帰りになられたし、今日の営業はこれで終わりにしよう。くるみさんが来てくれた。くるみさんの新作絶対に見に行かなきゃ。アムさんやココロさんも誘ってみようかな。まあなんかね、このなんていうか体験版の間では基本的にそれぞれの絡みはなさそうだけど、まあなんかね、普通にお店で顔を合わせたりする仲なんだろうなっていうのはなんとなくわかるね。いやー、でもなんかこう今回はちょっと主人公のちょっと入院してるというか体調崩したる、なんか挿絵が入ったけど、主人公のその病気が何なのかとかその辺はまだ全然わかんないから、その辺は本編で分かったりするのかな。いやー
でもなんかやっぱりこうちょっとくるみさんとのやり取りはちょっと難しいね。基本的に、まあ、喋り方もそうだけど、単純になんていうかな、表情から読み取るのが難しいから、結構ね主人公の独白みたいな形がメインになってきてますが、もうちょっとなんかいっぱいいろいろおしゃべりしてみたい気持ちはやっぱりこの先ねあるから、実際のね本編でどんな感じになるかはすごく気になる女の子でございます。というわけでまあこれでね体験版は終わりということなので、まあ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 くるみさんはこれで終わりなので、まあ明日と、まあまた明後日の残りの2日間で、まあその他の2人の、1日目の方はね、1日目っていうかまあ1回目はもう体験したので、2人の2日目の方、2回目の来店の方の内容をちょっと見ていけたらなと思いますので、また明日よければついに来てください。っていうわけでまたね。